さあ、デーサー、塩コレでございます。そしてこっちにもデーサー、塩コレでございます。アイビスミニ X をいつものところにつけているのと、お iPhone の iPhone6 Plus のインカメラです。前回ちょっと森谷くんと会ったりなんなりっていうしてる時は全てこのカメラを使って外で撮ってたんですけど、持ち歩くんですけどやっぱり iPhone で撮れれば言うことないなということでね、今アイビスカメラの方が手前側にいますよ。 iPhone のカメラでいうここにいるんですけど、 iPhone のカメラはこっちですね。僕の手の伸びてる感じで距離はお願いします。なんかもうこれぐらいあるんですよ。なんですけどインカメラだとやっぱりここまで僕は手をいっぱいに広げて持てませんし、ここでようやく2人入るかなっていう感じなんですけど、 iPhone を使っていて初めてですね、あの拡張の魚眼レンズといいますか、あのエレコムスーパーワイド 0.4 倍ってやつを買ってみました。 Amazon でちょっとこれをつけてみたいと思いますよ。これのインカメラがですね、アイビスミニ並みに広角になればということがない。あ、意外といいかもしれない。さあ、ということで今つけましたよ。ここにアイビスミニがいるのがもう見えますね、はっきりとね。アイビスミニは音も良くて非常に使い勝手はいいんですけど、持ち運ばなくて済むんだったら持ち運びたくないっていうのが正直なところなので、まあ画質云々ありますけど、この画角差どうなんだろう。一応今手をいっぱいにしてアイビスミニと一緒の距離にしていますよ。画角は違えど、どうなんですかね。 iPhone の方が画面が大きいから分かりづらいな。あ、でも結構広いですね。いい感じですね。今アイビスミニだと僕が手いっぱい広げてるのが分かると思いますけど、まあ、3人ぐらいだったらこれで映りますね。やっぱり常に持ち歩くものといえばスマートフォンですから、この拡張のレンズですか、ワイドレンズを持ち歩くことを考えるのと、アイビスミニを持ち歩くことを考えれば iPhone の方が楽ですね。せっかくなんでね、音質もきっと違うでしょう。 iPhone の音質がクリアになれば今後はこれで使っていこうと思うんですけど、ちょっとした小話といいますか、皆さん気をつけてねというところで、僕ねこのコーヒーが好きなんですよ、ジョージアの贅沢生クリームのカフェオレ、あの自販機で通常であれば160円ですよね、ペットボトルって。ですけどこれ150円でね、まあ細いんですけど、非常に甘ったるいコーヒーが好きな僕としては大好物。これがね、朝というか夜家に帰ってきて編集中にこういったものをちびちび僕は飲むんですよ。で、だいたい2時とか3時ぐらいですかね、就寝して、8時ぐらいにまた起きて、またこれを途中から飲むわけです。家を出る前にあの YouTube の動画アップロードされてるかなとか、今日の仕事にはどういった素材を持ってこう、カメラ持ってこうなんていうことをしながらも飲みながら、冷蔵庫にしまうのを忘れたんですよ。そのパソコンデスク、いつも僕が部屋取りで使ってるパソコンデスクのところに置いといたんです。いつもカーテンは閉めてるので直射日光には当たってないんですけど、夜11時ぐらいですかね、帰ってきて、あ、置いてあった、で、あとちょっとだったんですよ、あとちょっとだったんで、もう飲んじゃおうと思ってこう開けてすごい飲んだわけです。そしたらすっごい酸っぱくて気持ち悪くなっちゃいました。その後すごいね、口が変で、なんか気持ち悪さがどん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 増していたので、急いでねペヤング食べたんですよ。だけどなんかペヤングはペヤングの味として美味しかったんですけど、食べ終わった後やっぱりまだ気持ち悪くて早く寝たんですけど、朝起きてもなんかちょっと変な感じがして、というわけで 100% 僕が悪いんですけど、こういった甘ったるい飲み物に限らず、どんな飲み物でも多分こういった夏場にね、あの常温で保存をしているとダメになってしまうということが分かりました。皆さんお気をつけくださいね。お茶とかだったらねそんなに変わんないでしょうけど、アクエリアスとかそういったスポーツ飲料もきっと危ないと思いますので、まあ、これミルクもいっぱい入ってるみたいですしね、ちょっとお気をつけください。というわけで今日はこの iPhone の健康のちょっと名前は覚えてませんけど、あの拡張したワイドに撮れるレンズを購入いたしましたのを使ってみたという動画になっております。では、ショコラでございました。また明日、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 また明日。